テルミンのツイッターが。はい。竹藤プレゼンツ、子育てする女性の自由な未来を応援するラジオプログラム、ラフマミー。この番組はタイムレスと株式会社竹藤の提供でお送りします。笑って笑って I wanna see your beauty smile。 笑って笑って太陽を見たい。リスナーの皆様、おはようございます。オンライン生放送でお届けします。沖縄コミュニティ FM ギノマン 79.7MHz、 子育てする女性の自由な未来を応援するラフマミー。2022年5月24日火曜日、ボリューム19のオンライン生放送が始まりました。私、この番組の進行させていただきます、ゴスペルシンガーのリー・エイカです。今週もよろしくお願いします。はい。そしてこの番組は毎週ダブルパーソナリティでお届けしております。竹内慎吾を何かに例えるバージョン、そこから私は何を考えたか、これから発表しますと。竹内慎吾を今日はアルファベットに例えるとって言ってみたいと思います。そのアルファベットとは F。 S じゃないよ、 F。 なんとなくね、雰囲気が F なんですよね。そこから、そうですね。まず第一に、find。はい。He always finding。彼が見るもの、聞くもの、すべてにおいて何かを拾い上げるための行動につながっています。2、future。常に未来を見つめている。その完成たるもの、不純物はなし、一切シャットアウトというこだわりを感じます。可能性からの未来を生きている。3、forward。信じられないくらい前しか見てません。見えてません。その前を向く姿勢。ありえないくらい前のめり、前向き、前のめり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 です。4!Follow! めったに人を信じません。でも、逆に信じ始めたらひたすらです。そして、信じれる人を見つけたときは最強。参考にできることはギュンギュン吸収するコーチャブルな面を持ち合わせています。5. ファン。そう。彼はいつだってこの言葉を忘れないんです。楽しい。ファンです。これは理屈抜き。とにかく今を楽しんでる表現の言葉。ファンです。さあ言ってみてください、信号。せーの。ファン。イエス。言われると思わない。もうすっごい嬉しいわ。さあこれで分かったでしょ、我らの慎吾が醸し出すエネルギーの凄さ。全国に社長を生み出すんだと、全国を股にかけ、ピンときたら行動しちゃうのはこの人、株式会社竹藤代表取締役社長、シングルマザーを応援するタイムレス代表理事、慎吾こと竹内慎吾ファン。いやー、振られると思わなかったな。いやでもありがとうございます、本当に。今日は英語バージョンで言ってみました、ね。また今日も朝、これをちょっと後でツイッターでつぶやきます。はい、ちょっとなんかこう、一つパターンを持っとくと、私もちょっとあのこういうティアップの言葉を生み出しやすいなっていうのが最近あってですね。なるほどですね。いいですね。さあさあ、おはようございます、テルミン。おはようございます。おはようございます。今日は爽やかブルーで、ね、沖縄の青空のような元気でした？元気ですよ。いいですね。さあ、じゃあグッドアンドニュー、エステの話なの。
新しいマシンを2台導入した、それがかなり好調ですっていうところです。なんかねすごいんですよ本当に筋肉がつくというか、いるんですけど、それやってると出ちゃうから気をつけてねみたいな。おなんかちょっと耳がダンボになってます私。ちょっとダイレクトメッセージっていうか個別でメッセージ。一家に一台の時代はね来ると思いますよいずれ。一家に一台。マジか。なんかね入院してる人とかにもいいんじゃないかなって、足腰。あ足腰。なるほどなるほど。筋肉にね働きかけるんだ。そうなんです。脂肪を筋肉に変えるので。脂肪を筋肉に変えるだって。そうなんです。筋肉痛になるんですか。筋肉痛になるんですか。なりますね。なんかマラソンした後横っ腹とか痛くなるじゃないですか。はいはい。あちょっとあんな感じがきました。本当に。わけで。すごいね。そうなんですよ。最近運動不足もあるな。ぜひ一家に一台お願いします。一家に一台。いくらぐらいするんですか。ちなみにいくらぐらいする。定価は150万ぐらいなんですけど、私それを代理店価格で販売していいような権利をもらったんですよ。なのでお安くします。いくら安くなるんだろうって感じだって思っちゃうよね。かなり安くなる。さらっと言うよね。テルミンのテルミンがこう150万ってさらって言ったから、もう1回に1台の金額じゃないなって思いましたけど。車買うと思えば安いですよ。確かに。車。へえ。もう歩きに出かけなくてよくなる時代がやってくる。すごい。じゃあ慎吾のグッドアンドニューはいかがですか？考えてない。考えてない。グッドアンドニュー。なんだろうな。そうだ、まあ軽貨物のフランチャイズオーナーさんと毎週月曜日の午後1時からオンラインでミーティングしてるんですけど、そこにね最近ビジター参加として外部の方が、ね、お試しで参加できるようにしたんですよ。要はうちのフランチャイズちょっと興味あるんだけどちょっと見てみないかなみたいな人のためにですね、おうほうほうほう、参加できるようにさして、でまあちょ先週からかなやり始めて、先週1名、今週は3名ぐらい来たのかな。へえ、結構な率ですね。そうですね。まあまあいろんななんていうのかな、軽貨物っていう事業のノウハウとかもそうですけど、ビジネスマンの的なことも話したりしてるんで、まあ刺激になるでしょうし、軽貨物じゃないかもしね、興味いただければと思います。素晴らしい。はい、すいません宣伝になっちゃいます。宣伝でいいですよ、すごい。うん、ちゃんとねその定例ミーティングね、やってるとやっぱり動きがありますね。ありますね、そうね、私はね、はい、結構こうラジオのゲストを、見つけ出すっていうのが今なんかマイブームみたいになってて、プロレスラーの方にねアクセスして、今度出てもらうことになったんですよ。なので、まあ、そういうこう企画とかあとこっちから発信していくっていう、もうなんかそういう窓口になったんだなっていう自覚っていうかね、そういうのやっと思ってて、すごくそれが、いろんな人にアクセスして、あこんな人出てもらったら面白いんじゃないかなっていうのをちゃんとこう余裕を持って創作できるようになってきたのね。ああ素晴らしい。はい、そう、あとね CD のアルバムの入稿が終わりまして、今出来上がりを待ってるところで、すごいこういいアルバムに仕上がったなと思って出し切りましたね。なんかね作曲とか作詞ってデトックスなのよ結構、自分の思うことを書くときっていうのは特にね、
すごいそれがいい1週間だったなって思います。うん、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、さてここからですね、ちょっとリエイカの6月10日のライブの告知をちょっとさらっとさせていただいて、6月10日金曜日、ラドンナ原宿というところで、私のソロライブが行われます。聞いたらねすごいんですよ。ベーシストが松田聖子さんとか工藤静香さん、それからスキマスイッチさんなんかをサポートしている方だったっていうプロフィールをちゃんと紹介で教えてもらったので、プロフィールをくださいって言ったらすごい実績の持ち主でびっくりしちゃって、であと金森敏郎さんっておっしゃるんです、吉郎さんだ、ごめんなさい、金森と吉郎さんっていうベーシストなんですけれども、2回目の私の1枚目のアルバムでも演奏参加してくださってます。まあ、そんな方がね参加してくれる、ミュージシャンがサポートに入ってくれるすごいライブなので、若干まだお席予約入れられますので、よかったら、6月10日金曜日夜7時半スタート、はい、私にダイレクトメッセージいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。料金はいくらですか？はい、ラビチャージ6000円です。当日は6500円。はい、当日アルバムの発表もあります。アルバムの方には、ちょっとチャリティーの企画、チャリティーも組み込んでいますので、ポスターに1枚、鍋敷に1枚飾るのに1枚、聞くのに1枚、だいたい4枚ぐらい1人買ってくれるといいなっていうような紹介の仕方をするんだって、手売りでするときって。なんでちょっとこれね、ドラマーのマーティー・ブレイシーさんの真似っこをして今喋ってますけど、うん、すごく素敵なアルバムができたので発表できるの楽しみにしています。はい、以上です。ありがとうございます。じゃあ今週も楽しくいきましょう。はい、沼から出れない女たち。はい、沼から出れない女たちのコーナーです。テルミン、よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと引き続き私は、ね、うん、不幸バージョンで、私は不幸な女沼、うんうん、今日はね、私になんかこの程度でいいっていうテーマにしました、うん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 、そういうふうに考えがち、うん、いるいるありがとうございます。でも自分もそうだったような気がしなくもないです。そうなのよ、私もそうだったの。どのあたりから成長した？ね、うん、起業のタイミングかな、自分でやろうってだと思いますよ。私も今ちょっとテルミンに聞きながらそうかと思ったんだよね、うんうん、あ、本当？やっぱ自分も、ね、立ち上げたあたりからかなって、うん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 、だからなんか友達とか同級生とかの女の子とかに、うんうん、が本当はこんなお料理教室みたいなことを仕事にしたいって言ってる子がいて、うん、でやるなんて自分の家でさって、うん、そしたらそんなにね毎日仕事行かなくていいんだしみたいな、うん、えよみたいな、えなんでみたいな、うん、無理でしょ普通に考えてってなるんです、うん、でそっくりじゃないなんかを一個乗り越えると、うん、変わってくるのかなみたいな、この程度で収まってってないぞっていうのが、やっぱりこう可能性が見え始めるとね、自分にももしかしたら可能なのかもっていうのがちょっと宿るだけで、そうですね、ここが変わってくるよね、うん、今は無理っていう決めつけてるんですよ。ああそうなんだ。女がいて子供がいて家のローンがあって、うん、無理みたいな、うん、本当には多分やりたいことじゃないのかもね。あ、でも全然だって会社のジムなんて、うん、その子は別にやりたくもない、本当はお料理を毎日していたい、うん、で料理教室やればいいじゃんって言ったら、うん、でも無理無理無理ってなるんですよ。あーそっか、うん、そうなんですよね。だからやりたいこととその今抱えてることがのこう天秤にかけた時にこっちがこう重かったりすると、これをこう整理して軽くしてってこういうこう逆転するっていうのがなかなかの決意がないとダメなのかもね。ね、うん、そうですよね、うん、とりあえずやってみようみたいな、やってみてダメだったらやめればいいと思うんです、うん、うんうんでまた、ね、
パートを探せばいい、うん、パートなので、うんうん、また探せばいいのかなって軽く思っちゃうんですけど、うん、そんなやっぱ当事者だとそんな軽くは思えないんだなみたいな、うんですね、なんか真面目すぎるんだろうね。うん、この不幸、私は不幸な女っていう、私にはこの程度でいいって思っちゃうのって真面目すぎるゆえに、そういうふうに私にも、いやいやいや私には無理です無理ですみたいな、ねえ、どう慎吾振るところがちょっとすごい急すぎいや、あのなんかほら今テレビが言ったダメだったらやめちゃえばいいじゃんって思うんだけどねって言ったんだけど、その時にパッと慎吾のことを思い出して、まあまあ、あの僕もそこはそう思って起業しましたからね、うん、ああダメだったらやめればいいやって、うん、まあいや挑戦することが大事だと思ってたんで、まああのダメだったことはやっぱある程度考えるじゃないですか。でもダメな方向に向くんじゃなくて成功する方向は向いてましたけど、でも僕が起業した時は30歳で、その時は会社員でしたけど、まあその借金、例えばね、こう銀行とかいろんなところから借金背負って起業しようじゃなくて、もう500万貯めて、500万の中で収まるようにやろうと思って始めたんですよ。で、まあダメだったらまたサラリーマン戻ればいいやと、うん、でもその500万使って、まあ、一生懸命ね何年かかけて貯めた500万でしたけど、うん、もうそれ使っても本気でやってやろうって言ってやってみたんで、うんうん、まあチャレンジする、一回チャレンジするのはいいと思いますけどね。そうだよね、だからその500万貯めるのも容易じゃなかったですよ。本当に容易じゃないです。だって毎日、うん、僕あの、うん、まあ普通に会社名言います、ヤマト運輸に勤めてて、うんうんうん、その当時ね、当時もうあの飲み物を買うのもったいないんで、うん、あのそのダメ、いいのか悪いかダメかどうだか覚えてないですが、あの車に冷蔵冷凍庫がついてるんですよ、うんうん、だから2リットルのポカリスエットとかを冷蔵庫に朝出勤したら入れといて、うんうん、飲み物はそこで飲めるじゃないですか、うん、でお昼ご飯は弁当を作って、うん、だから毎日ね、自分で、いや作ってもらって、あ、作ってもらって毎日ね、こう朝仕事で出勤しに行くじゃないですか。その時もタバコもやめてたんで、うん、1日多分100円も使う日なかったですよ。すごいね、ほぼ毎日、うんうん、で、その起業しようって決めてからそれをスタートさせて、で帰ってきたら酒も飲まずにちょっとあの 税金のこととか勉強して、うん、で、まあ、それが1年ぐらいこうだーっと勉強して節約してってお金貯めて、まあ、お金がある程度もう少し前から貯めてましたけど、うん、で貯めた感じですかね。500万ストイックにやりました。あの時が一番ストイックだったかな多分。それいくつぐらいの時、うん、いくつぐらい、29か28ぐらいですかね。うん、何年くらいで500万貯まったんですか。でもね、ある程度貯まってたんですよ。300万か400万ぐらいあって、最後の1年2年で、まあ、ボーナスとかも全額貯めてみたいな。そんな感じだったと思いますけどね。すごいね。すごいしか出てこない。男性ではいないんですか、その、俺はコーナー。男だみたいな。俺の不幸な男だ。俺の周りにいないから分かんない。ね、確かに、うん。周りにいないよなと思った。ポンちゃんありがとう。まあでも、うん、このお金の価値観みたいなものが著しく、うん、やっぱりもう低いと、なんて言ったらいいんだろう。私の姉もすごい事業やってて前に言ってたんだけど。なんか300万とか150万とか200万300万の借金でも、あの押しつぶされて自殺しちゃう人は自殺しちゃうって話聞いたことがあるのね。だからやっぱさ、価値観ってすごい大事だよね。お金に対するこうなんていうのかな、お金の扱い方っていうか、うん、うん、
なんか前もほら、まあ、でも男性ってこうなんかどっちかっていうと仕事でなんかこういじめられちゃったりとかそういうのがあると不幸っていうようなモードに入っていくのかな。なんかちょっと女性とは種類が違うような気がする。どうなんだろう。どうなんだろう。不幸ね。不幸仕事で、まあ、どうなんだろう。あ、でも分かった。不幸とはまたちょっと種類違うけど、絶対一人で独立してやればいいのに、どっかの下に入ろうとする男性。そういう人もいるよね。まだ、でも仕事辞めるって言ってたから、やっと独立するのって言ったら、いや、また今度誰々の下で、みたいな。うん。絶対早く一人でやった方がいいと思うけどって言うんだけど、いや、俺には、みたいな。絶対できるんですよ。うん。見てると。いや俺にはって言ってるこの言葉がブレーキになっちゃうよね、うん、もうなんかねブロックがあるんでしょうねきっと。そういう人は多いね確かに。うん、そうそうそう、あと家計もあるんじゃない。家計家族を養わなきゃいけないとか。あ、親がそうだったとか。そう、親が自営業者の人はそうなりやすい、うんうんうん、へえっていうのも聞いたことがある。うん、同じような道をたどるっていうかね。だから、うん、人に使われるよりも自分でやった方がいいってなる人もいるし、うん、誰かのもとで、だから親がずっと会社員だったりとか勤め人だったら、そういう、だから教師の人ってさ、両親が教師の人って子供も教師になるパターン多くないです？なんかそういうの聞くね。警察官とか医者もそうですよね。あ、医者もそっか。医者もそうだね、うん、ちなみに自分の娘息子に、うん、会社員になることと、うん、起業することと、うん、どっちをおすすめしますか？起業です。うん、起業。おお、どっち言ったらいいの？でも息子が絶対経営者になるってもう決めちゃってるんですよ本人。あ、本当すごい。あ、どうぞっていう感じなんですけど、どうぞ娘多分就職したいんじゃないかな、就活してるみたいなので、どうぞっていう、うん、なんかやりたいことやってるけどな、うん、うちの息子ももうあと1年で学校卒業なんだけど、絶対1回は就職してくれって出資してる父親から言われてて、あの学校に行かせてるのは父親の方なので、その自分は就職は絶対したくないって言ってて、ちょっと今すごいあらやさぐれてるっていうかなったの。うん、まあ、バイトの経験とかがあれば使われる経験ってやっぱ必要だと思うんですよ。うん、教えられるからね、いろいろね。うん、で、あの、こうはなってはいけないみたいなのもわかるじゃないですか。うん、だからバイトでもしてればね、就職吹っ飛ばしていいのかなと思っちゃいますけどね。確かにね、うん、でうちなんかもう会社員が少ないくらいね、全部経営者のほとんど親の代は、うん、全員が経営者で、誰も就職したことないっていう人ばかりすごい時ですね、うん、だからなんか私も使われてた時期あるけど、今はまあね、芯が一本なんで、うん、なるほどね、あるかもね、すごいね。勤めるのもいいと思う。僕はね、起業、将来起業した方がいいっていう話はするんですけど、でも勤めた方がいい、なんて勤める経験もあった方がいいと思うんですよ、うん、大手とできることであれば大手とベンチャーでも経験して、大手の組織のなんていうのかな、派閥とか、うん、そういういろんなものを見て、うん、でベンチャーで社長との近い距離感で、うん、どういう苦労があるのかとか見て、うん、そこから起業するんだったら結構面白いのかなと思いますけどね。なるほどね、うん、自分が見たことある大きいものより大きくはなれない気がしちゃうんですよ。ほう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 、もう一回言って。
なんか自分の経験、なんか会社に入ったとして、うんうん、ね、息子が、うん、今いる美容室バイトで入ってるんですけど、うん、そのまま大きな美容室を見ずにそこにいたら、うん、それ以上には彼はなれないのかもしれないと思ったり、なるほどね、うん、なんかちょっとね、ちょっと他のとこバイト行ってもいいのかなとか、うん、そういう規模もこう広げてね、確認して、うんうんうん、そこに身を置くことでそのエッセンスをね、こう、そうそうそう、こんな世界もあるんだみたいな、同じ美容室でもで、想像の、想像できることは実現できるっていうからね、うんうんうん、うん、想像できるだけでもね、うん、そうか、なんか不幸な女から経営者の起業そう、不幸な女と思ってる人ほど難しいかもしれないけど、起業したらいいのにみんなねえ、私たちもそうやって人生変えてきたもんね、本当に。そうですね、頑張ってきたからこそ、うん、この程度でいいじゃなくて、これじゃなきゃ嫌だってものを、やっぱりお洋服なり、うん、アクセサリーなり、美容室なり、ね、エステなり、取り入れていきたいなって思いますね。うん。テルミン、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、また来週のコーナーでお会いしましょう。皆さんありがとうございます。オンリーマイフェイバリット。どこを見てるの？何が欲しいの？思い出の歌。聞けば思い出せるの？よくある話も、その一人と。
がとうございます。聴いていただきました曲はリー・エイカの Only My Favorite でした。はい、今日のやってまいりましたテレフォンショッキングのコーナーです。今日ご紹介しますのは、またまた登場ですね、株式会社ブルー、秘書をなさっています木村博樹さんをご紹介します。木村さん、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、木村さん、いいですね今も定例感じましたけど、はいはい、変な感じですね、こういう感じでちょっといつもと違う感じですからね。そうですね、篠田健一信号はじめましてですはじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いしますそれでは、まあ、会社のことも含めてご自分のことも軽く自己紹介お願いしてよろしいですか。はい、株式会社ブルーで秘書をやらせていただいております木村と言います。まあ、この、まあ、今経過物の業界に携わらせていただいてるんですが、もう本当になんていうかな、全然自分自身もこの業界未経験で、もう何右も左も分からない状態で、あの足立と社長の足立と一緒に立ち上げてきたんですけども、まあ、竹内さんとかいろいろな方のご尽力いただいて、まあ、なんとか軌道に乗り始めたかなっていう感じで、今すごい楽しく仕事をさせてもらってます。素晴らしいちなみに、はい、木村さんってブルーの秘書としてやってますけど、株式会社ブルーの足立さんが経営してる会社ってもう一個あるじゃないですか。もう一個以外は、はい、あります。そっちの方は関わってないんですか。あ、そっちも秘書でやってます。あ、そうなんですなるほど、素晴らしい。じゃあもう足立さんとの付き合いは長いんですね。そうですね、付き合いでいうともう 5,6 年ぐらいあって、うん、まあ、この秘書っていう感じで関わらせていただいたのも丸3年ぐらいですかね。なるほど、はい、どうやってそこまで、なんだろう、最初はどんな感じだったんですか。本当の最初の出会いは、うん、あのフットサルなんですけど、うん、はいはい僕はたまたまその東京で参加したフットサルに足立さんがいらっしゃって、うんうん、で、まあ、そこで仲良くなって、うんうん、で足立さんがその飲食店をやられてたんで、まあ、いろいろあって、そこのまずスタッフをやらせてもらうことになってからですね、うん、スタッフは何やってたんですか。あ、普通にドリンクあのバーやってたんでドリンク作ったりしてましたよお酒作ったり。そうなんだ。面白い。で、そこから、そういう業務を何年ぐらいやって、はい、どういうきっかけで秘書やんないかってなったんですか。ああ、まあ、そのスタッフでやってたのは、秘書やりながら、うん、そのスタッフやってた時期もあったんですけど、うんうんうん、その前任の秘書の方が、うん、ちょっともう実家に帰られるってことで、うん、でその次の人で、うん、僕に声をかけていただいて、秘書やるみたいな感じで声かけてもらって、あ、やりますっていう感じで、そんな経験も何もなかったんで、秘書とか、うんうん、全然分かんなかったですけど、まあなんとか、うん、できるようになってきたかなって感じです。なるほど、素晴らしい。今でもどうだろう、この業界の経験が浅いっておっしゃってましたけど、はい、どうですか、業界見てみて、経過物の業界見てみて。あ、すごい、なんか、思ってたより、うん、そのなんていうか、みんな生き生き仕事してるなっていうのがあって、楽しそうにやってるなってなって、うん、僕がなんかイメージとしてすごい重労働というか、なんか、うんうん、結構大変なのかなとか、うんうん、思ってたりしてたんですけど、うん、まあ、確かに体力的にしんどいことはあるんですけど、でもそれでもね、充実してる方がうちのドライバーとかにも多いので、あ、それはなんか自分のなんか価値観が変わったなっていうのはありましたね。なるほど。なんでそのドライバーさんたちって充実してるんだと思いますか。
なんでですかね。なんでですか。でも、やっぱりやりがいがある仕事だと思うんですね。その、お客様一人一人にその荷物を届けて、まあ、感謝されることが多いっていうのを言ってたんで、ドライバーの、はい、まあ簡単なありがとうとかそういう簡単なことかもしれないですけど、それで結構、やりがいを感じているドライバーが多いっていうのは、まあ、たまにそのドライバーとかとお酒飲んだりとかするときにそういうの聞いて、あ、なんか嬉しいなって思いましたね。私も言ってましたけど。なるほどね。はい、確かに。本当、僕だって、僕この配送業界って僕も大和運輸が感じることですけど、あのその他にも例えばガソリンスタンドのアルバイトしたり、はい、飲食店のアルバイトとかしましたけど、お客様からありがとうってこう本心で感謝されることなかなかないんですけど、宅配って本当に感謝、もうありがとう、いやこっちがありがとうございますなのにみたいな。そうですよ。そうで、あとジュースもくれたり、冬場僕も覚えてるのは再配達の連絡があって、はい、伺います何時頃伺いますって行くじゃないですか。その時間に合わせてお餅焼いてくれてるんですよ。すげえ。そんなこともあるの。そう、入れたから食べてってみたいな。へえ、そういう人の温かさをに触れられる仕事だから、まあものすごくやりがいがある仕事だなって、この軽貨物だけじゃなくて、その配送の仕事って誰かの生活支えてますからね、どんな配送も。うん、なるほど。じゃあ逆にどうですかね、苦労、今も苦労してることもいっぱいたくさんあるんだと思いますけど、苦労してる話なんか聞いてもいいですか。苦労してる話ですか。うん、やっぱりそうですね、僕最近大阪に来たんですけど、はいはいはい、ちょっと大阪の人特有かもしれないですけど、ほうほう、結構そのお金の、やっぱ取引先とお金のこの何て言うんですかな、やり取りとか、うんうん、これぐらいで下ろしてよとか、うん、ちょっと安くしてよとか結構言われることあるんですね。うん、そういう時に経験がまだ浅いんで、その落としどころっていうんですかね、なんか、いやここは譲れないみたいな、そういう基準がまだ自分の中にないのかなっていうのがあって、うん、あ、じゃあもうそれでやりますみたいな感じで言っちゃうのがちょっと怖いなっていうのが。うーん、そうですね。なるほどね。はい、失敗でもありみたいなね。まあそうですね。なるほど、なるほど。あれじゃないですか、まあ、そこに関してはやっぱこう働いてくれるドライバーさんにいくら払ってあげたいとか、払ってあげる最低基準を作ればいいんじゃないですかね。うん、それ以上は無理だと。うん。うん、競争をしちゃってね、一番嫌な思いするのって、末端で働くドライバーさんですからね。そうなんですよね。なるほどね。それだけは僕もね、しないようにしたいな。今後ももっとね、もっといい金額で会社がいただければ、働くドライバーさんにもっといい金額払えるわけですから、うん、そういうふうな環境になっていけたらなっていうふうに思いますね。ツイキャスなんかありますか。あ、ツイキャスの方にね、パームレットの方と、ヒーさん、はい、いつものヒーさんがね、あと、キムさんもコメントくださってますよ。キムさんね、はい、ありがとうございます。本日のゲスト、大阪の軽貨物企業株式会社ブルー代表秘書の木村博樹さんですっていうことをご紹介して、おお、同じ大阪じゃないですか、よろしくお願いいたします。ああ、そうなんですね。よろしくお願いします。そうなんですよ、同じ大阪なんですね。え、親近感湧きましたということで、ああ、ありがとうございます。助けさんから、木村さんは真面目ですね、笑う。身内ですね、その方と。なんか大阪のなんかそういうこう値切り、もう名物になってるところあるじゃないですか。いや、そうなんですよね。面白おかしくね、テレビでも言ってますけどね。家庭でも値切るっていうからね、すごい。なかなかね、ご商売されてる方は特にそういうセンスがないと大変なご苦労があるだろうなと思いますね。うん、でもすごい。僕も関西に
うん、フランチャイズのオーナーさん何社もいるんで行くじゃないですか、うん、でやっぱ聞いたのがまずもう価値観が違うと関東と関西と、うん、関東は高い洋服着て、うん、高い洋服いいでしょみたいな、うん、でも関西の人は例えばこのシャツいくらだと思うみたいな安いの自慢したいのね安くて見たらみたいななるほどなみたいな ありますあります、うん、家計の人にねすごい言われたことがあってこれいくらだと思うって私が言ったらそうやって自分で安く買ったのを自慢したいんだろうとかって相手取って三重の人に言われたのが面白かったけどねなるほどそうなんやねとかって言って面白いねそういうギャップがあるわけですね、うん、そうだ商売のねビジネスの人もやっぱこう発想が少し違うんだろうなと思います、うんうん、でもさ大阪はすごい今発展しちゃってびっくりしますね久しぶりに行くとうんすごい大阪駅なんかも東京駅なんか日じゃないぐらい近代的で宇宙に来たのかなと思っちゃうぐらい宇宙船乗ってんのかなと思うぐらいすごい、うん、すごいですよそうねえ街が大開発されて大阪すごい好きですけどね僕本当にああそうなんですか、うん、芋も美味しいしねえ、うん、御堂筋線とか地下鉄の名前を読んでるとニヤニヤしてきちゃいます楽しそうタイマシとか名前聞くとねもうちょっとねすいません木村さんのねはいはい失礼しましたそうちなみに木村さんもともと関西の方で、うん、東京に来て今関西にいらっしゃいますけどどっちが好きですか答えにくいですねあでも関西の方がなんかその自分居心地がいいのは関西かなって思いますね。なるほどね。はい。そうなんだ。やっぱこの言葉とか、うん、なんていうこの空気感みたいなのがやっぱり自分には合ってるのかなって、うん、思いましたね。東京も楽しかったですけどね。なるほど。東京何年いたんでしたっけ？5年ぐらい？東京7年ぐらいいましたね。7年たってますね。はい。ね、そう。ちなみに今、5年でおいくつですか？今、30で、今年31ですね。おなるほど。なるほど。でもなんかこう、年齢、もっと若いかなとも思うし、あ、いいですね。実際の5年で聞いても、ああ、そっかって思うし、あまりこうね、年齢を感じさせない方なのかな。あ、そうですかね。ありがとうございます。あ、じゃあもう私質問させていただきますけど、はい、株式会社ブルーの、秘書の金さんとして今後のビジョン聞かせていただいて。はい。あ、ビジョンですか。うん、そうですね。まあ根底にあるのはこの、物流業界を変えたい。っていうのが、まあ、足立とか僕とかが、まあ、東とかですねが思い描いてたことで、やっぱりよりドライバーさんが稼げるようにどうしたらいいかっていうのを常に考えてて、でそのためにじゃあ何ができるかなっていうのを常に考えてます、うん、はい。なるほどね。じゃああとは告知したいこととか、なんかこれから今ブルーさんもドライバーさん募集してると思いますけど、はい、軽貨物ちょっとやってみたいんだよなってドライバーさんへの言葉とか何かあれば。おお、そうですまあまずは少しでも興味持っていただいたら、そのお話聞いてもらいたいですね。なんかこういう業界だよとか、こういう仕事ですよとか、まず見てもらうのが一番早いかなと思うので、なんかそうですね、気軽にご連絡いただければ、で一緒に仕事ができれば嬉しいですね。ありがとうございます。ちなみに、はい、すっげえ話変わるんですけど、あ、はい、彼女いるんでしたっけ変わりましたね、うん、はい、あ、います、はい、ね、大阪に大阪にいるんだ。お付き合いしてくれるんですか、はい、
いやこれちょっと話す長くなるんですけど、もともとの出会いは高校なんですよ。うわすごい。はい今も多分これ聞いてると思います。あじゃあその彼女に一言もらってもらって電波を通して色んな人が聞いてること、ところでからツッコミの映画ケイスケさんからツッコミのコメントがえって言ってます。何の絵なん絵ですてん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 どこの絵だろう。どこの、はい、どこのやつ。多分高校からっていうところじゃないですかね、タイミング的に。あれ言ってなかったっけな、あ彼女がいることじゃないですか。あそれは言ってます。あ言ってる。はい、あじゃあ彼女に仕事どうぞ。あこれ、あ、これからもよろしくお願いします。いやすごい。急に熱くなってきましたけど。なんかいいじゃん、ラフマミ。すごいよ。すみません。なってしまいました。あ変な汗かかしちゃったか。はい。それではね、はい、このコーナー、某フジテレビ。あ言っちゃった。テレビ局の笑っていいともっていう番組のですね、丸パクリでテレフォンショッキングというコーナーなんですけれども、はい、お友達をご紹介いただく時間になりました。あ、わかりました。紹介していただけるお友達はどんな方ですか。うちの、まあフランチャイズの、うん、株式会社 BOBの代表の、はい、はい、代表の竹下さんですね。素晴らしいですね。はい。スピーカーを、スピーカーにして、電話をかけていただければ。はい、じゃあちょっと電話します。聞こえてますか？聞こえてる。あ、あ、もしもし。はい、どうもです。あ、どうもです。はいよ。これあ、僕が話したらいいんですかね。あ、お願いします。あ、あ、パーソナリティ竹内です。はい、聞こえますか？え、もしもーし。もしもし。あ、もしもし。もしもし、聞こえますか？あ、はい、聞こえます。あ、パーソナリティの竹内です。パーソナリティの竹内です。はい。今、この声、ラジオに、はい、もう放送されてるんですけど、木村さんからのご紹介で、はい、来週の、ゲストの方をですね、電話で直撃するっていうコーナーなんですけど、はい、来週のこの時間って予定大丈夫ですか？空いてますか？はい、大丈夫です。では来週のラフマミーゲストで来てくれるかな？いいと思う。どうもありがとうございました。じゃあ来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ほっとしますね。いいともが聞こえるとありがとうございます。テンション低めでしたね、いいともがね。あ、そうですね。なんか先週僕が言ったのすごい恥ずかしくなってきました。いやいやいや、って言ったらテンション高めの人の方が多いですよね。うん、どちらかというとね。あ、そうですね。すごい、まだ今のところいいとも率 100% なんですけど。ああ、すごいですね、やっぱり、ね、びっくりですよね、ちょっと。そうですね、はい、ねえ、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、木村さん、はい、ゲストコーナーテレフォンショッキング終盤に差し掛かってるんですけれども、はい、こう言っておきたい、アプローチしておきたいことありますか？アプローチしておきたいことですか？え、どんなことだろう。まあうち、まあ、株式会社ブルーはいと、まあ竹藤さんと、まあ、関わらせていただいてまだ半年くらいなんですけど、すごい今楽しく仕事できてますし、まあ、これからがすごい楽しみな業界でもありますし、まあ、今後に期待していただければなと。あと、まあ引き続きよろしくお願いしますということです。はい。いやー、でも本当経過物の業界はね、
木村さんがおっしゃってたように、うん、ドライバーさんが搾取されてるところが会社が多くて、もっとやっぱりドライバーさんの地位向上したいと思いますから、でもやっぱりその力つけるためにはやっぱ僕みたいな小さな会社の社長だけじゃ無理だし、やっぱこうたくさんの人が集まって大きな母体で動けば社会変えられるんじゃないかなと思って僕も頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いします。こちらこそ、はい、よろしくお願いします。すごいこう約束事が壮大ですね素晴らしい、ありがとうございます。はい、はい、では改めまして本日のテレフォンショッキングのコーナーにゲストでお越しいただきました、株式会社ブルー 代表の足立さんの秘書をされております木村博樹さんのご登場でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい。すごい。やっぱりすごいですね。なんか爽やかで。うん、爽やかな人が多い。うん。どうですか、石坂さん。あの、軽貨物の話もちょこちょこ聞いてると思います。軽貨物どう思います？沖縄どうなんですかね。沖縄もでもたまにあの前来た時にちょっと見ましたけど、多いと思いますよ。なんか多いんだ。でやっぱり宅配、私自身もこういうネットで買ったりとかすることが増えたので、うんうん、その分すごい利用させてもらってるので改めて感謝しなきゃなと思いました、今日の話聞いて。いやでも本当あの宅配のサービス増えてますよね。コンビニにしても、ね、ちょっと割高になっても頼んであの買ってきてもらった方が、うん、あの危険が少ないとかね、うん、怪我しないで済むとか、ご高齢の方は特にね。お弁当の宅配でしょ、買い物でしょ、うん、だからすごい運ぶってすごい大事ですよね。大事ですね、本当に、うん。でかといってなんかこう乱雑にされても嫌だしね。うん。確かにね。なんかたまにね、いらっしゃらないと、あの最近見ないけど、そういうなんか雑な人とか。うん。うんうん、でも本当コロナ禍だからこそあの将来性を感じた事業としては本当に突出してそうなんじゃないですか。ね。うん、こういう宅配のサービス、軽貨物事業。うん。うん、ね。ありがとうございます。あ、そういえば石坂さんもあのラジオパーソナリティやったりしてお話しされてるんですよね。あの、はい、ギノワンさん。はい、ちょこちょこ喋ってます。そうそう。そんなあの場面をちょっとたまたま見て。そうなんですね。こうやってお話しされてたので、はい、あの後ろが窓でね、スタジオの様子が分かって。そうですそうです。はい。朝、木曜日の朝に喋ってるので、もしよければ今度ツイキャスでコメントお待ちしてます。見てみます。本当今日も、あそうだ、ツイキャスのコメント思い出した、ごめんなさい。ひーさんも今日ありがとうございました、たくさんコメントをいただいていつもありがとうございます。うん、今日はまあそんなところなのかな。はい、ありがとうございます。今日も放送が終わりますね。なんか、うん、あっという間です、最近1時間が、うん、ね、本当ですよね余裕が出てきたのかな。余裕出てきた。ある意味こう緊張と、いい程よく緊張感を持ってね、うん、やっていきたいなと思います。うん、手綱の締めどころ、なんて言ったらいいのこういうのよく分からんけど、うん、ちょっとね緊張感を復活させて来週もいい放送ができればなと思います。ありがとうございます。そして今流れてるのも、はい、リエッグさんの曲ですよね。はい、リトルバードという曲です。これね6分もあるんですよ。で最後ね、すんごいロングトーンがあるんです。ロングトーンでもうずーっと結構な高さであーって言ってるところがあるんですよ。ちょっと聞いてください、後で。あ、でもこの放送ももしかしたらギリギリ最後まで聞いてくださったら聞けるかもしれない。では見させていただきます。はい、ありがとうございます。
この番組は株式会社竹藤とプレミアスの提供でメインパーソナリティを務める竹藤慎吾と、はい、私リー英華がお送りしました。今週もありがとうございました。またねー。